オーディオドラマフルメタルパニック踊るベリーメリークリスマス第7話二人の艦長。お、気がついたようだな。ここは、あれ、私、逃げてる途中頭をぶつけ伸びておったのだ。おかげで運びやすかった。ダンコブできちゃってます。それでお嬢ちゃん、名前は？マンティッサです。テレサ・マンティッサ。そうか。じゃあお嬢ちゃん、これから俺の後にしっかりついてこい。安心しろ。俺はベテランだ。あんなテロリストどもなど。おい、どこ行く？引っ張らないでください。人の話を聞け。まったく。どういう教育を受けてきたのだ。あ、いえ、自己紹介も済んだし、この辺でお別れしようかと。何をバカ言ってる。さあ、ショッピングセンターに向かうぞ。あそこは入り組んでいて、見通しも悪い。逃げ隠れるには最適だ。いっそのこと武器を捨てて投降するというのはどうでしょう。きっとセイラーさんが思ってるほど悪い人たちじゃないと思いますよ。いいか、奴らは悪党だ。テロリストなんだ。平凡なメイドのお前に何がわかる。素人のお前は黙ってついてこい。いいな。でもですね。つべこべ言うな。逃げたら銃殺刑だ。なんだかめちゃくちゃです。やってくれたな、お前ら。弁解の余地もありません。いかなる処分も覚悟しています。ヤン、ウー、貴様らの処分は帰ってからだ。貨物室の警備に回れ。了解。いかんな、ヤンは。そう言うな、キャステロ。いや、言わせてもらうぞ、クルーゾ。他の SRT 要員なら相手を殺してでも無力化しただろう。だが奴はできなかった。ただの油断とは違う。俺が殺傷を禁じていた。そのせいかもしれない。それは理由にならない。場合によっては懲罰覚悟でその命令を無視できるのが SRT だ。大っぴらには言えないことだがな。ヤンは技能も経験もあるが、マインドセットの面で劣る。 PRT に戻すべきだ。その議論にはカリーニン少佐の意見が必要だ。この作戦が終わってから。こちらウルズセブン、一足遅かった。何があった？救難ボートはもぬけの殻だ。衛星通信機が持ち去られている。逃亡中のハリスの仕業だろう。警戒を。ウルズワン了解。すでにダナンから発艦したペイブメアが当該周波帯の妨害を開始している。貴様は引き続き包囲網を拡大して捜索しろ。了解。いかんな。かくれんぼではハリスの方が上のようだ。ただでさえこの船は広すぎるというのに。そう焦るな。見たところ問題の英雄気取りな襲撃者も素人くさい。大したことはできんよ。こちらウルズ2、またトラブルよ。テッサがいなくなったの。乗員用の厨房に彼女の持ち物が放置されていたわ。ひょっとしたらその正義のヒーローに連れ去られたのかも。知っている。彼女はそのヒーローと一緒だ。おかげでこちらも手を焼いている。それで扉の解錠にはあとどれくらいかかりそうだ。わかんない。予定通りに行くかもしれないし、大晦日になってるかも。素晴らしい。その頃には日本の海上保安庁がこの船を何重にも包囲しているぞ。だから急いでるのよ。それよりテッサが心配だわ。あの子ダナンを離れたら本当にどんくさいだけの役立たずだから、早く見つけてあげて。分かっている。大佐殿のことは心配するな。こちらに任せて集中しろ。頼んだわよ。こちらウルズ6、トラブルだ。次から次へと。今度は何だ。学校のみんなが料理を全部平らげちまった。もっと食わせろって言っててさ。コックさんたち厨房に通していい？勝手にしろ、バカ野郎。セイラーさん、何をお探しで？酒だ。
ウォッカで火炎瓶を作る。やめてください。そんなもの使ったら怪我人が出ます。当たり前だ、悪党と戦うのだからな。悲鳴を上げて燃え上がり、海へと落ちていくテロリスト。よしよし、絵になるぞ。だからですね。お前も手伝え。ハンカチやタオルなど火をつけるものを持ってこい。聞いてます。さあ、片手じゃ不便だ、線があかん。大変、右手が血だらけじゃないですか。まあ、ドンパチの最中にな、何かの弾みで腕を切ったらしい。なんで早く言わないんですか。医務室に行きましょう。俺を見くびるな、こんなのは怪我のうちに入らん。じゃあ上着を脱いでください。具合を見ます。大きなお世話だ。大体お前はナースじゃない、メイドだ。メイドならメイドらしく黙って火炎瓶を作ってろ。何が何やら、とにかくその傷見せてください。ほれ、かなり深い。本来 5,6 針は縫いそうな傷ですよ。止血点は知ってますね。ここを強く押さえててください。強く、骨に当たるくらいに。分かっとるわい。まったく、よくこの傷でそんなに元気に怒鳴ったり走り回ったりできますね。当たり前だ、俺は海軍の男だぞ。これくらいでピーピー言うわけがないわい。海軍？アメリカの軍人さんですか？そうだ、休暇中でな。何を隠そう、この俺様は。しみる。消毒液代わりにもなりましたね、このウォッカ。貴様、海の男はピーピー言わないんでしょ。こいつめ、包帯巻いている間くらいはおとなしくしていてくださいね。痛くないですか？ええ、しかしお前も変な娘だな。ただのメイドにしては妙に冷静に見えるぞ。そうですか。普通ならもっと怯えて取り乱すもんだ。それはこの非常時にひょうひょうと、なんとなく俺の部下に似とるな。じゃあきっと優秀な方なんですね。優秀なもんか、最悪の部下だ。俺のやることなすことに片っ端からケチをつけよる。上官をバカにしとるのだ。そりゃあもうひどい扱いだぞ。これっぽっちも敬意を払おうとせん。そうですか。詳しくは言えませんけど、その気持ちすごくよくわかります。おお、そうか、わかるか。部下に役立たず扱いされるのは辛いものですよね。まったくだ、辛いものなのだ。竹中のやつにはそれがわからん。竹中さん？俺の副官、いや副官だった男だ。おそらくもうとっくにテロリストどもに殺されているだろうがな。楽しい。もっと竹中さんのお話聞きたいですわ。そうですか、光栄です。しかしシージャックなどと言ったらもっと殺伐とした状況になると思っていましたよ。ええ、テロリストの方々も皆さん親切にしてくださって。まあ正直この件が終わったら正式に作戦部に抗議するつもりだが。怖い顔されてどうされました？あ、いいえ、お気になさらず。ところでそのご一緒の上司の方というのは？さあ、逃げられた奥さんと電話で慰謝料の相談でもしているんじゃないかなと。まあかわいそうに。自業自得です、旦那ろくでなし。そうですの？ええ、仕事でも私のやることに片っ端からケチをつけるんです。部下をバカにしているんですよ。敬意を払おうともしない。愚痴っぽくなりました、すみません。いえ、大丈夫ですわ。失礼。とにかく今はディナーを楽しみましょう。そうですわね、今夜は私の出る幕もないようですし。え？いえ、こちらのことですわ。さ、もう一度乾杯しません？はい、今宵の二人の出会いに。うまいものだな、きちんと包帯も。ん？どうした？浮かない顔をして。先ほどのお話なんですが、実は私もとある職場を預かる身でして。おお。ご覧の通り、私は若いですから、年上の人たちにバカにされっぱなしなんです。分不相応な地位だと思われているんでしょうね。メイドの世界にもいろいろあるのだな。どれだけ実力を示してみせても
なかなか認めてもらえなくて、断るごとに邪魔者扱いです。私もう悔しくて悔しくて。うんうん、わかるぞ。俺も水兵からの叩き上げでな、今の地位に来るまでにいろいろと苦労してな、アナポリスでの部下どもから随分とバカにされたものだ。え、あのセイラーさん、将校さんなんですか？そうだ、これでも中佐だぞ。改良型ロサンゼルス級原子力潜水艦の艦長だ。え、ちなみに艦名はパサデナだ。パサデナですって。太平洋潜水艦隊の所属でって、どうしたのだ？顔面神経痛か？顔色も悪いぞ。あなたが。俺が、なんだ？あなたが艦長パサデナの？なんだお前、信じとらんな。俺は実戦経験のある数少ない潜水艦艦長だぞ。ついこの間も卑劣な敵の巨大潜水艦をキリキリ前にして追い払い、味方の水上艦を救ったのだ。すごいだろ。卑劣な巨大潜水艦。あ、しまった、今のは機密事項だ、忘れろ。ちょっと待ってください。卑劣って何ですか？卑劣って、それに私キリキリ前になってされてません。あの状況で魚雷をかわした私の腕をバカにしないでください。大体こっちにもいろいろ事情があったんですから。ん？何を言っとるんだ。その機密事項です、忘れてください。よくわからんが、ま、どうでもいいわ。なんでこんな人が艦長になれたのかしら。なんか言ったか？いえいえ何も。でもセイラーさん、どうしてまたわざわざ遠路はるばる日本のクルーズ旅行に？俺は昔横須賀基地に出入りする艦に勤務していたことがあったのだ。もう何年前になるかな、初めて艦長から正式に潜望鏡を覗かせてもらい、八丈島の円形を見たのだ。天気も悪かったし、取り立てて風光明媚だったわけでもないが、それでも俺は感動した。なるほど、そうかもしれません。必死に働き続けて俺はここまで来たのだと思った。民家の窓のきらめきが今でも俺の心に残っている。その風景を神さんに見せたいと思った、離婚寸前のな。気遣いは無用だ、関係は冷え切っている。だが俺がどれだけ自分の仕事を誇りに思っているのか、あいつに教えてやりたかったのだ。じゃあ奥さんもこの船に？いや、旅行に出発する朝、仕事を終えて帰ったら、あいつの寝室はもぬけの殻だった。そんな。ま、あいつは元から行く気がなかったんだろう。さっきも電話で話したが、ひどい罵り合いにしかならなかった。もう分かっているんだ、あいつには男がいる。そう、普通の善良な丘の男だ。腹は立つがどうにもならん。どうしても？ああ、どうにもならんわい。あいつは俺を選ばなかった。私もです。好きな男でもいるのか？でも彼はどうにもならないんだと思います。そうか、まあお前がそう感じているのならそういうことなのだろうな。で、俺は色恋沙汰の経験は浅いのだが、お前は若いし気立てもいい。そのうちもっといい男に出会えると思うぞ。本当にそう思います？おお、ただし相手は海の男にしておけ、他の男は信用ならん。じゃあセイラーさんも候補の一人にしちゃおうかしら。それは無理だ、ガキは守備範囲外だからな。あと俺は巨乳のブルデットが好みなのだ。社交辞令ってものを知らないのかしらこの人。え、ちょっとテロリストのお兄さん。ん？俺？そう、あんた。つまみ食いなんてしてないで、後ろの棚にトマトホールの缶が入ってるから、あれだけ全部取ってきて。トマトホールね。
2つしか残ってないけど。え、参ったな。いや、このシチューはトマトが命なんだよ。悪いけどお兄さん、貨物室まで取りに行ってきてくれねえかな。いいよ。どの辺に置いてある？行けばわかるよ。日付と品目を書いたメモが段ボールに貼ってあるから。了解。頼んだよ。この俺がトマト缶のお使いとはよ。ウルズ6よりウルズ9へ。エマ、そっちへ行くぞ。間違えて撃つなよ。ヤン君、変じゃ。どうした？先生欠席にしちゃうぞ。ウルズ9、応答せよ。ウルズ9、カノ28、状況はどうなってる？ウルズ6より HQ、 コード11、エリア C3、輪を縮めろ。何かトラブってるかもしれねえ。 HQ 了解、注意しろ。まさかあいつらまた東四郎にしてやられたのか。達成と、ここだな、貨物室。なんだよこりゃ。暗くてよく見えねえが、まさか血？内臓か？何があった？ヤン、おい、いるのか？こいつ、人間サイズのエースだと。例のアラストルってやつか。目的対象と一致せず、障害となってこれより開始だ。やべえぜこいつは。起動した殺戮兵器アラストル。壁や床一面を赤く染めながら、忠実な殺人マシンは無慈悲な命令をこなしていく。やがてそのマシは要へと伸びるのだった。次回第8話、激闘の序曲。あっけなく散る命、いいねえ。これぞ戦争の醍醐味ってやつだ。